北見市所町の特産品ピンクニンニクを使ったポテトチップスが今日発売されました。この大きさで売ってたらすごいですね。今日からカルビーが販売するポテトチップス、じゃがいも堂ところピンクニンニク味。このニンニクは北見市所町で開拓時代から生産され、収穫の直後はピンク色をしています。 JA ところがカルビーに商品への利用を申し出て新製品が誕生しました。いいニンニクの美味しい味が、匂いがしますけど、じゃあいただきます。はい、まずやっぱりバレーション、じゃがいもが美味しいですからね。じゃがいも堂ところピンクニンニク味は、道産のじゃがいもを使って千歳の工場で生産され、道内を中心に数量限定で販売されます。